アミゴなるほど。まあその場では見せていただきましたけどね。まあお願いはしてるでしょうね。まあ <laughs> 僕も前に泊まったホテルでなんかすげえどんどんされる部屋あったんですよ。はい、それなんかその地方ではめっちゃ有名な出るホテルだったっぽくて、他の人もそこに泊まって同じような体験をされててみたいな。 あって、僕はあのホテルとかのそういうさっきの、まあ、ボルダー会社じゃないですけど音が急になっった瞬間、めっちゃ怖いんですよ。で、聞きながら思い出した話があるんですけどこれ、えー、なんて言ったらいいんですかねとあるまあいう、えー、ちょっとあー難しいなとある、まあ、アイドルさん活動っぽいことをなさってる方々なんですね。でうん グループってわけじゃないんですけどもよく一緒に活動されてる女の子2人がいまして、うん、で他にも何人かで普段活動されてるんですよ。でこの何人かでとある地方都市でイベントがあった時に、まあ、みんな同じビジネスホテルに泊まったわけですよ。でこの子がですね、えー、その自分の部屋ガチャって開けるとまずなんかちょっと細い廊下みたいになっててその壁の途中にこのユニットバスへのドアがあるわけですよ。一般的なこのビジネスホテルの作りですよね。うん でこの細い通路をなんか4歩5歩ぐらい歩くと奥にこのベッドルームがあるみたいな感じなんですよ。でこのベッドっていうのがちょっとあの横幅のあるベッドがこのユニットバスの壁の外側にこうくっつけてあるような状態なので入り口から入るとパッてこの角を曲がってすぐのところがベッドになってて逆に奥がちょっと歩けるスペースになってて窓があるみたいなそんな感じなんですね。でそこで 夜中まあその日もイベントがもちろんありましたね疲れたなって言ってベッドの上で仰向けになってでもう真っ暗にした状態で寝るぞってなった状態その状態でですねうとうとしてる最中のもう頭のすぐそばのドーンがもうめっちゃ怖くてビクッてしちゃったんですよで目覚めちゃったんですよ。うわちょっっとと最悪だと思ったんですしかもこの今自分が頭を向けてるこの隣のこの壁の向こうは自分とその中良い,い その女の子が連番で撮ってるんで「なんでこんな時間に壁叩くかね」ってちょっと腹立ったんですけど言うほどでもないんでもうこのまま最悪で目なんか冴えちゃったよと思いながらも頑張って寝ようとするんですけど全然眠れないなと思ってたらドーンってまた鳴るんですよ。でわちょっとあ腹立つわと思ってたらまたドーンって鳴るんですよ。はあっつって,なってもうちょっとイライラしてるんですよね。何をしてるのか分からんとその あんまちょっと言えない話なんですけど、まあ、彼氏とうまくいってない話も最近聞いてたから、うん、も,うもしかしたらなんか今その電話とかしながらやってんのかなとかって想像してたんですよねその彼氏に何か嫌なこと言われてそれをなんかこの壁にうっぷんやってるのか知らんけどこっち側の壁にやるのは向こうにやれよぐらいに思ってて腹立ったんですよ。でそれが結局その後頑張って寝ようとしたんですけど何回も鳴らされてイライラするまま夜中に鳴りやんだんで寝ることができたんですよね。 まあ、それか成りやんだかどうか分かんないけど、まあ、熟睡することで気にならなかったのかそれは分かんないんですよね。で次の日もまあ合流するわけですよ。で次の日なんかお褒美にしてたんでまた同じホテルに戻ってくるまでこの日中ちょっとお出かけとかをする予定だったんですけどこれ腹立ってたんで朝からもう合流してすぐ言ったんですよ。「昨日のあれ何なん?」っつってそしたら「え何何?」なになにつって「何で怒ってんの?」ってなったんですけど、まあ、結論から言うと隣の子を一切叩いてなかったんですよ。じゃあ そっちの壁から聞こえたと思ったけどでも隣とのあねそのドアのこの感じからすると間に一部屋あるとも思えないし絶対この子の部屋からなんだよって思う。でこういう階段でよくある自分の壁の内側でしたでもない完全にこの壁の向こう側からの音の響き方、うん、だったわけですよ。だから「え本当に鳴らしてない」つって「そんなやらないよ」本当に鳴らしてない」なつって何なら私その時間寝てたしってなって「あ ごめんえー、うわ絶対あんただと思ったけどみたいな話になったけど、まあ、このままイライラしてても今日一日一緒に遊ぶのにと思ってちょっと機嫌直そう直そうとして一緒に過ごすわけですよでお酒なんかも飲んで,でホテルに戻ってきてで部屋に帰るで部屋に帰る時にちょ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 って呼び止めて一応ごめんあの本当に疑ってるわけじゃないんだけどちょっと響き方っていうかそれ知りたくてつってもしあれだったらその隣の部屋入ってちょっとスマホ通話しながら入ってもらっていいっつって。 で、壁叩いて欲しいてしんだって言ったんですよんで、すよ分かったよ」っつって自分はベッドのところにで昨夜と同じ状態で通話しながら「ちょっと今叩いてもらっていい?」っつって言ったら「いいよじゃあ行くね」って言われてはいしたら「かン」って聞こえたんですよ「もっと強く叩ける?」っつったら「かン」「もうちょっと強くいける?」かん。ン」なんか「結構強く叩いたよ」って言われる割には昨夜ほど響かないんです音が。 やっぱ違ったかも!」って話になって「だよだから私やってないって言ったじゃん」みたいなもう笑い話の感じで言ってくれてて「ああよかった怒らせてなくてよかった」と思って変に疑っちゃったからねなんかこれでしこり残っても嫌だなと思ってたんで「ああなんか通話の感じだと怒ってないっぽいからよかったな」なんて思ってスッて切ったんですね。切っっっっったたたたらドーンってなんんでですすよよはって思思時にあれって思ったんですよ もうなんか何も考えてなかったからそんなことあるわけないって選択肢から排除していたものがもう一個あるぞと。ドーンってなるってことは隣の部屋だって思ってたけどこの左の壁の向こうユニットバスじゃないと思ったんですよ。あれと思った時に怖くなるのが今仰向けの状態で足を伸ばしてゴローンってなっててもうそこの角を曲がると廊下なわけじゃないですか。 でそこにユニットバスで入り口があるわけですよなんかそしたらえっ選択肢から外してったけどえっそんなわけないよねと思った時に自分のこの伸ばしてる足元の方を振ってみたんですよそしたらそこの角誰かこうやって覗いてるんですよ。<ー>それがこれで例えばじゃ、えー、となんか血だらけのなんとかダーだったらこうなんかもうザ階段なんですけどこれが不思議でその子が。 小さい頃に絵本で見たような角の生えた赤鬼だったんですってでもその子にとっては幼少期にそれを読んで鬼ってめっちゃ怖いってすごい嫌なイメージ持ってたからあんまりその絵本好きじゃなかったんだっていうあれがもう頭に蘇るようなもう本当わかりやすく赤鬼がこうやって覗いてるんですってそれがめっちゃ怖くてヒーってなってもうそれこそなんかあの カシャカシャカシャって視界がんか本人言ってたもん言いんですけどカシャカシャカシャって白いラインと透明のラインが入る感じでカシャカシャカシャーってなってからなんかもう気がついたらなんかあの朝方だったんですっていわゆるなんかその気絶なのか分かんないですけど、うん、であーってなってすげえ体中なんか疲れた感じがしてわなんか隣の子疑っちゃったけどもっと怖いことになってるやんと思ってそんな部屋 泊まりたたくないと思ったんでそのまま恐る恐るベッドから降りてでそのままその細い廊下さっき覗いてたそこを曲がらなきゃいけないと思って朝方とはいえ自分一人しかいない部屋の中でうわ怖いと思ってそこをゆっくり曲がって曲がらないとでもその。 受付の方とかにも行けないしこの部屋変えてほしいしって思いながら頑張って曲がって振ってみたら誰もいなくてよかったって思ったんですけど開けてないはずのユニットバスのドアが開いててその中は覗けませんでしたっていう話です。なんかそのの赤鬼の姿は、うん、本人が怖い ものの姿になってる気がしますねなんかちっちゃい時のみたいな<ー>見る人によってやっぱ違う姿なんじゃないかなはい、はい、あでもそうですね階段とかでありますもんね 自分の中の怖いものに、なんか置き換えちゃったみたいな。なそうですね。たまに私も、こうよく、話す時もあるんですけど、その怪異そのものはそこにあって。うん、でも受け手側が、それをパッと見た時に、うん、自分の知ってるものと頭の中で、パッとリンク付けして認識すると思うんですよね。で、だそれこそ、あの貞子が流行った時なんかは、そうですね、貞子のビジュアルの、例の目撃談、非常に多かった。髪の長い白い服どんなばっかりでしたもんね。でも、それって、別に、あの単純に見間違いだけではないと、僕は思っていて、実際、怪異そののあるんですけど、見た人が。 恐怖の対象怖いものとして貞子っていう情報があるんでそれとリンク付けして認識したみたいなと思うんですけども,もしかしたらそういうケースかなと思いますね。そうで,よねであとあの白とこの透明のガチャガチャっていうのがすごいリアルだなと思って知り合いのあれは男性の方かでちょっと霊感強い方がいるんですけどその方も本当に霊的なのにパッとあった時にカラーバーみたいなのが見えるらしいんですよ<ー>目の前に。テレビの でそれがうわっとなんかこう脳裏にパッと見えてそれで気を失うのか,なんかそういう状態になるんですって話を聞いたことがあるんで、うん、多分脳が処理しきれない情報なんでしょうねそういう状態なのかもしれないですね。うん、一回切らないとだめだぐらいの時に見るのがそういう映像なのかもしれないですよね。